シロガヤは、浅い海に見られるヒドロムシの一つ。やや強い四方毒を持つ。シロガヤアグレオフェニアホワイトレゲベールは、死亡動物モンヒドロムシズナヤワクラゲモクハネガヤカに、属する動物で、小さな樹木のような軍隊を作る。名前はシロガヤのことで、主軸や側死は、黒っぽいが一面に出る小枝が白く見えること、軍隊の枝ぶりがガヤに似ることによる。 ヒドロネは岩の上を這い、やや間を置いて多数の直立する軍隊を生じる。個々の軍隊は樹脂状で高さ7から20センチメートル、その軸は黒い。この主軸からは少数の枝がまばらな方向に出て、さらにその上に小枝が多数出る。それらの枝は特に先のものほど短いといった傾向はなく、紅葉樹の枝ぶりを思わせる。 小枝は分子の節ごとに一本ずつ合成して生じ、単一の平面に並ぶ。色は白くてその片面に一列をなして、密にヒドロサヤが並ぶ。ヒドロサヤは透明なコップ型で、斜め上に口を開き、その円に一個の大きい葉が突出し、その両側には小さな葉が一ついでる。また、背面には、トゲ状の突起が伸びる。その内部は、仕切りがない。 有性生,生殖部は枝の中ほどに一つ作られ、変形した小枝によって抱えられたような形になっている。それを構成する小枝の基部にはしっかりした鞘がない、浅い海に見られる。長肝体でも肝潮線の直下から見られ、低い位置では大きな潮だまりでも見られる上、大きくてはっきりした枝ぶりであるから見つけやすいものである。 本州北部以南の日本各地で見られる。オーストラリアからも知られる。いくつかの禁煙種が知られている。同族では、赤がやえ、スエソニにエドラムは高さ4センチメートルと、はるかに小さい上に分子がなくて全体が単一の羽状をしている。また名前の通り赤みを帯びている点で見分けがつく。四方毒がやや強く、刺されると炎症を起こす場合がある。 素手で扱うのは注意を要する。ありがとうございます。